どうもこんにちは、の久保でございます今日はねそのモチベーションについてモチベーションが上がったり下がったりとかっていう問題皆さんあると思うんですよ。モチベーションについてちょっとねお話ししたいと思うんですけども、まあ、私ねモチベーションがいつも高いんですよね何についても。でそのもと、まあ、となるのが身を張りたいわけなんですよで、すよ自分の本来の力量よりもちょっと大きい力量を見積もってね自分はこんなもんじゃないと。うん プラス3割とか4割ぐらいで自分の姿をこう想定してるんですよね。で、その想定した姿、つまり見栄を張った姿に追いつこうとしてるわけなんですよ。まああれですよね。例えばね、まあ好きな異性がいて、俺と付き合ったらこういうふうないいことがあるよとかね。見栄を張るわけですよ。で、その見栄を張ったことがバレないように、 張った見栄に追いつこうとするっていうのが私のモチベーションになってるかなというとこですねだからねあの見栄を張ることって私すごくいいと思います、うん、見栄ってのは将来こうなりたいぞっていう風な自分の目標点だと思うんですよそれから意地を張るっていうのがそれと似てるんですけども全く逆であの本来は まあ、なかった自分の力を見抜かれそうになった時に意地を張ってそうではないと言い張っているうちにばれないうちにまあどっちにしてもこんな感じでね綱渡りでやってきた結果、まあ、自分の力量っていうのが徐々に大きくなってきたんではないかなと思うんですけどもね。 急速に借金をするようになってで、豊かさを演出してきたんですよね。えー、まあ人におごったりとかねちょっとこう調子に乗って高いお酒を注文してみたりとかねそういうまあつまんないことが主なんですけどもでもどっかで借金ってできなくなるじゃないですか。で借金ができなくなってで最後の出費ってのがね今日かな明日かなみたいな感じで綱あたりでやっていったんですよ。で、 一旦借金返済生活になるともう自利品になるわけですよね返せないわけですから。で金利もどんどん上がっていくしみたいな場面も想像していつか自己破産っていうのをした時にああの久保さんが実はお金全然ないところに目を張ってただけなんだっていうふうにバレるんじゃないかなと思ってバレないように意地を張って目を張ってっていう中でなんとかネットビジネスにたどり着いてそこでセルフバックからスタートすると。 現金が入り始めてああバレずになんとか綱渡り成功したなとで大層なね即課塾みたいな塾を運営する中でまあ2年3年かけてねお金のつじつまを合わせてで日々日銭屋回り始めたんでそれこそねセミナーをやっちゃそのセミナーの入場料を1人当たり3,000円もらったりとかしてね56万の収益にして2 3 0人来てくれましたんで。 で、しかも懇親会まで設けて、まあ、そこで気前よく行くみたいなのね、繰り返して。うん。まあ、でも実際、借金を返済するために頑張っていたところはありますけども、返せましたしね、ちゃんとね。うん。しかも住宅ローンみたいな借金を3年ぐらいで完済してるんで、すごい速度でお金が稼げたかなと思います。これをね、やっぱこう、見を張ってないとできないですよ。うん。久保鉄郎、速可宿の久保鉄郎は、 お金のことについてはものすごくベテランだって思わせながらやってきたわけですから実際はね膨らみ続ける借金と背中合わせでやってきたのにで借金の問題がなくなった時に実は私も借金しましたっていう風にやっと話せるようになったというね <laughs>、うんまあ、そうすると今度は借金がある人もこうああじゃあ頑張っていけるんだっていうことで希望を持ってくれたりとかね借金500万1000万の人がそれよりも大きいところから返済して今の暮らしに至る まあ私の、ね、アドバイスを聞きやすくなったりとかするところがあるのかなと思いますね。はい、ということでね意地にしても見えにしても張って損はないかなと損のない見えや意地を張っていけばいいのかなというところでございました。じゃあお疲れ様でございます。